横浜町は自分の心の拠り所でもあったから。食べる食べないは本人だよ、もう育つ育たないっていうのも本人だよっていうのが一番そうだと思ってるわけ。大熊町のね、息づく生命体、動植物というものをしっかりここで守って守って守り抜いて、いつの日かね、この一部を戻すことがね、大熊町にとっての希望の明かりではないだろうかと。